UFO、ユーマ、怪奇現象、科学が進歩した現代でも解明できない不可思議な存在。果たしてそれは真実なのか、それともただの嘘なのか。オカルト界の重鎮山口敏太郎とともに3人の若者たちが徹底調査。未知の世界から真実を見つけ出す救命組織、それがトースポリサーチサークルである。日本を代表する妖怪カッパ、その存在は日本最古の歴史書日本書紀にも記されており、現在も昔話やアニメなどで空想のキャラクターとして親しまれ続けている。しかしカッパを目撃した捕まえたなどの伝説は日本全国のさまざまな場所で伝承されており、カッパの全身ミイラなども数多く残っている。果たしてカッパは実在する生物なのか、それとも何かを見間違えただけなのか。うわーすごいすごいすごい、何それ。カッパからもらったんすもんね。はい。わわわわ、出てきちゃった。何、え、なんか総崎さん、はい、あ、カッパ見たんですね。カッパの真実を確かめるため高知県へと向かった。いや、まあ、必ず見つけ出しますね。もういるって確信してますし。 TRC 調査部リーダーの柴田、その類まれなる行動力で不可能を可能にする男。一匹も見つかってないんですよ。まあ確かにそう、今までに。 TRC 調査部情報担当の西園こと通称オタク、アニメとインターネットに精通する男。これは彼らの調査を記録した映像である。これ見っけちゃうな。絶対これ来てよかったなと思ってますよ今僕。四万十で正解だと思ってます。かつてカッパの目撃証言は日本全国に数多く残っていた。しかし戦争を境にカッパの目撃事件は激減。未確認生物カッパは人間の自然破壊により住む場所を失い、すでに絶滅したという説もある。しかしもしも現代にカッパが生き残っているとしたら、それは日本最後の清流四万十川だとリーダーは考えたのだ。僕の隣にお名前、彼女キャサリンですね。これメンバー、あ、はい、我々 TRC のメンバーですよ。何をされる。いや、まあいいんじゃないですか。いても、まあ、花がありますね。いいじゃない。付き合ってる。いや、付き合うわけないじゃん。うちのチームそういうの、禁止なんで、そういうのは絶対ないです。それはない。付き合うわけないじゃないですか。付き合うわけはない。浮き浮き、やばい。やさに余計なこと言うな。はい。そもそも関係ないんだからな、そうそう。調査の前にまずは昼食を取ることに。お腹すいた。いきますよ。オープン。大きい。すごい。大きい。うまそう。すごいですね。いやほら、だから言ったでしょ。四万十名物の天然うなぎ。もしかするとカッパたちもこのうなぎを食べていたかもしれない。そこでリーダーはその味を確かめることにしたという。うまい。うん。
けど、前行っていた薬局、仕事してたところで、あの漢方薬やってるんですけど、そこが河津の薬って言ってカッパからもらった材料で作り始めた漢方薬があるんです。いるんじゃないですか。だからそこのご先祖様はひょっとしたらカッパと会った。うわー、すごいすごいすごい、何それ、すごい。カッパからもらったんですもんね。はい。でそれを代々受け継いで、はい、カッパの薬として。え、ちなみにどこの、駅前なんですけど。駅前の、はい、金相堂薬局。金相堂屋さん、金相堂薬局、金相堂薬局。古くからカッパと薬は深い関係があると言われている。カッパは相撲好きなため怪我が多く、ちぎれた腕をくっつけるための万能の薬を持つと言われており、全国各地にカッパの妙薬の作り方を教わったという伝承が残っている。窓の外には四万十の清流が流れ、訪れた人を美しい自然が癒してくれる。え、何これ、何これ、ちょっとテンションが、いやいや、ちょっと、何これ、すごい。今頃カッパたちも温泉に入っているかもしれない。そんな思いを馳せながら疲れた体を癒すメンバーたち。いや、お前すごいな、ね、料理これみんな本当すごいわと思った、今回の予約に関してはね、うん、確かにすごいですね、すごい。いただきます。あ、すみません。はい、カッパの妙薬という有力情報を燃えてご機嫌のメンバーたち。ところがあの、今回僕らあの、うん、カッパ伝説の、はい、ちょっと調査というか、それできてるんですけど、はい、その実際にカッパを見たのとかって何かあります？手には、ね、昔のポケットサイズのウイスキーですよね。ウイスキー、ね、ウイスキーを、ね、嘘嘘、まあ、飲むとこまでなかったけど、あの持ったとこまで飲みましたね。持ったとこまで、はい。ここで総崎さんが見たカッパの情報をまとめてみよう。身長は150センチほど、人間のような体型だが、爬虫類のようにヌメヌメした肌、そしてくちばしのように尖った口、手にはウイスキーの瓶を持ち、服などは着ていなかったという。え、これはじゃあもう、これはもうやっぱり断言してもらえると一番助かるんですけど、はい、葉っぱはいますか？さあ、どうでしょうかね。見たんでしょ？え、見たんじゃないですか？昔は見ましたよ、ね、今は、ね、うまい、うまい、何合わせても昔から来てるんですよ。え、どうさん、葉っぱ見たこととか？話だけ聞いたことはありますね、たくさんありますね。え、カッパそのものを見たことっていうのは？見たことはないです。ないんですか？はい、全部聞いた話やけど、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、川の深いところにはおるって。今もカッパはどこかで我々を監視しているかもしれない。メンバーたちは注意深く水面を観察する。いる？ちゃんと探しといてよ、それ。あ、魚よ。そっちじゃない、そっちじゃないよ。あっち。見つけることっていうのが目的だったんですけど、まあリベンジしますよ。これだ。この3人で絶対に見つけてやるんです、カッパを。